リンゴルフをご覧の皆さん、こんにちは、夏です。カメラマンの山ちゃんです。今回はゴルフ女子の夏ゴルフボディメイク奮闘記さんにご出演いただきました。え、全部言うんですか？何それダサいの。夏ゴルフボディメイク奮闘記です。奮闘記です。え、それやっぱやめましょうよ。元井なっちゃんです。はい、なっちゃんでお願いします。はい、なっちゃんにご出演いただきます。はい、ありがとうございます。お願いします。まあ、これからなっちゃんにはここ大紫ゴルフクラブを9ホール、はいラウンドしてもらいます。はい、でその中で、うん、なっちゃんについて、はいまあ、お聞きしたり、話してもらったりしながら撮影していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今月から毎週金土日にちょっと配信してまして、うんうんまあ、インスタグラムで活躍されてるゴルフ女子の、まあ、皆様にご出演していただいて、はいはいまあ、ゴルフのプレーとかトークとかを皆さんに見ていただこうっていう企画になってます。はい、はい、え、でも暑くないですか？超暑いです。今体感温度が38度の14時スタートです。頑張ります。はい、で一応ラウンド中に、ゲームを用意してまして、この暑さを忘れられるようなゲームを用意してるんですよ。だいぶ暑いです。汗やばい。これ見てください。これ見てください。ミッション、ゲームといいまして、25個マスがありまして、ちょっとビンゴじゃないんですけど、一つずつなんかパーとか、カラーボールとか書いてあると思うんですよ。はい、自己紹介とか、あ、それをやってマスを埋めていくっていう感じです。で、20個以上マスが埋められたら、20、後ろチラッと見てもらって、はい、チラッ、お、なんか見えた、はい、Amazon ギフトカードを3000円分プレゼントしております。欲しい。まだ誰も達成してません。達成してないんかい。めっちゃハードじゃないですか。25個分の20ってだいぶハードレベル高くないですか。はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。暑いですが、はい、はい、頑張ります。はい、早速スタートホールに行っていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大紫ゴルフは3コースあるんですけど、西コースですね。で西、はい、パー5からです。オッケー、じゃあすいません、今日一日よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。はい、おしゃ、おや、うん、おい、落とした。まあまあ、どうしたの？いいじゃん。折れた、いきなり。ああ。ちょっと右でしたけど、でも結構飛んできました。ああ、めっちゃ落としてた。よし、イエーイ、よかった。めちゃめちゃド緊張、ド緊張しました。噛む噛む。マジで。T 漏れちゃうし。やだ、ほんとやだ。どこまで打ったんだ私。え、結構飛んでますよ。結構いい感じで飛んでます。どんぐりさんがいっぱいいるよ。すごい、どんぐりがいけるかな。よいしょ、おい、いいんじゃない。はい、よしよしよし、見直しはないんだ。はい、はい、あそこちゃんとしてる。ちゃんとしてるわ、マジで。ピンまで96ヤードです。なっちゃんは、はい、誕生日は夏だからなっちゃんなんですか？違います。それなんか超失礼な人じゃん。なんかよくね、無難な質問しとけばいいやみたいな魂胆やめといてもらえますか？マジで適当。なんか朝からってなんかすごい適当にあしらわれるんですよ私。そんなことない、そんなことない、マジで。そんなことない。これでいいやって何回か私聞いて。じゃあそれ正確ですよ。適当と思って。え、何月なんですか？4月です。あ、ナッパの名です。菜の花の菜です。確かに。斜めじゃん。え、斜め、嫌い。7で7番アイアン。
うまい。うん、オッケーオッケー。リカバリーナイスです。はい、イエスイエス。なっちゃんのインスタが面白いんですよね。奮闘記がすごい面白いんですよ。あ、ボディメイク、いろいろな顔を持ってますもんね。ボディメイク奮闘記の方ですね。はい、筋トレもやるし、はい、筋トレやるしヨガもやるし、ね、ママさんゴルファーだもんね。そうです、そう、ママさんゴルファーで、はい、ママさんゴルファー集めたイベントとかも、はい、あ、そうよく上がってて、そう、はい、ちょっとその辺をちょっとずつ聞いていこうと思うんで、ぜひぜひ私が今力を入れておりますので、はい、そう、まじ投稿でなんかあれやってましたもんね。はい、ポール回しみたいな。ポールダンス。ポールダンス。ポール回しってなんか違う競技になってる。あれすごいですよね。あれ楽しいんですよ。引用しても大丈夫なんですか？差し込んでも。ああ、大丈夫です、大丈夫です、全然。あの画面収録して、はい、これって。もちろんです。あれでやってください。あれで折れるわ。折れるわ。アプローチ苦手なんだから、ちょっと集中しますね。って言ったよ。落ちたね。やばい。あ、まさかの。まさかの。よいしょ。まさか。ポールダンスでちょっと。いや違いますよ。ちょっとこう緊張ほぐそうと。だいぶほぐれちゃった。照り返しやば。マジで。危ないんでちょっと気をつけてください。うまい。あ、これいいよ。お、いいんじゃない。うん、いいいいいい。イエス。おお。寄った。いい、ありがとうございます。いいんじゃない。うん、 OK です。あざす。じゃあいただきます。てい。1ホール無事上がりました。超緊張するこれ。やばい。いろいろあれじゃないですか。そう、一ホールにギュッと詰め込んだ。本当。いやでもバンカー良かったですよ。なんかこう、うんうん、やっぱ撮影とかちょっとこう絶対出さなきゃとかで、うん、そうそう、あれでこうハマったら最悪なの。変えられちゃうかと思って。いやいやちょっとドキドキしちゃった。いやいやいや。いや、そんなに若くないですよ。そんな心は。若くないんで強いです。もういい年なんで。なるほど、はい。よし、2ホール目いきます。なっちゃんすごいクリーン周りがなんか噴水演出されてます。あれやばいっすよ。あれなんかのショーじゃないですか。いやマジで、あれ止まんのかな。止まんのかしらね。いや、この日差しがさやばいんすよ。いやもう一回緊張するんだけど。あと右やね。うん、ガサっていって、うん、あのちょっと大きめの木にガサガサっていって戻ってくる傾斜だから大丈夫だ、うんうん、あ、止まっちゃった噴水。え、あ、本当だ、残念。ちょっと何か撮れる絵が、いい絵が撮れるかと思いましたけど残念ですね。そうそう、よし、探します。あ、いたいた、緑さん。本当だ、いた。いただきます。意外に見やすいですね。うんうん、ね、なんかあの緑だから光蛍光色だから蛍光っぽい、うん、あのね、今年緑女子多かったですよ。本当ですか。うん、グリーンを着ているゴルフ女子が多かったイメージ。折り117で6番ですが木があるんでこうやんないとダメやね。当たっちゃうもんね。いけるかしら。うん、うん、低めで出せたのはいいんだけど。とりあえず止まれ。よしよしよし。よきよき。よし。スライ。
ありましたよ。え？ボールが。ダメでダメでしょ。どうやって持つんですか。持つ。こうやって持つ。それだけで。それで足絡めれば回るんですか。怒られるからね、これ。あ、まあまあ、それはそうなんですけど。はい。怖っ。失敗したら落ちちゃうもんね。あ、そうそうそう。あざだ、内太ももあざだらけになる。すごいよね、あれ。うん。ね、でも、大好きな筋トレに通ずるものが多いので。うん、あれ、だって、体幹ないと無理だよね。そうそう、無理無理。腹筋すごい、なんかこう。はい。腹筋鍛えてます今。ちょっと産後のお腹を戻したく、毎朝腹筋100回やってます。マジっすか。そう、気持ち、気温の体感温度もここだけ下がりますね。確かにちょっと気持ち涼しいですね。さっきの噴水効果で。あっちに下がれ。うん、下がらず、ういよいしょ。アプローチが寄らないです。1、2、3、5、6、7、8、9、10。うねってます。あ、結果まっすぐじゃないですか。結果まっすぐ、そういう結果、緩やかになんかこう、うん、でも下りメインだよね。はい。反応に困る距離だよね。よく存じ上げてますね。はい、すいません、ちょっと盛り上げられなくて。本当、いや、反応に困るっていうか、 OK 出せない、出せないやつだよね。そうそう。でもいいパットじゃないですか。ロングパットでそこまでいけば。優しい、うん、さっきまで冷たかったのに。ツンデレが。オッケーです。平均スコアってどのぐらいですか。平均が105ぐらい。お茶飲ませ、撮影もあるからな、うん、優しいフォローが。じゃあ2ホール終わって、はい、ちょっとミッションゲームのちょっと集計。はい、はい。自己紹介ポイント3つとか最初やるべきだったんじゃないですか。今だね。これ集計終わってからやって、潰しましょう。はい。スリーパッド。スリーパッドや。バンカー。パッド、バンカー、カラーボールしてます。使用してます。そうですね。あ、ビンゴできそう。あ、ビンゴじゃないんだ。うん、まだビンゴにもなってないから。何がビンゴできたのかよくわかんないけど。ホール。いや、ホール紹介まだしてないから。してない、まだしてない。トップ。下？トップ下。あ、ほんと？あと2個。OK です。そんな感じで埋めていく感じで、はい、自己紹介したいっていうことなんで、はい、ちょっとポイント3つですね。ポイント3つ。ナッツです。ママゴルファーです。で、筋トレ女子なので腹筋は割れてます。あとポールダンスもやってます。以上。腹筋割れてるって、はい、何もフッて力入れなくても割れてるんですか。フッて入れて。フッて入れるとどのくらい割れるんですか。フッて入れるとね、4から6。やば。6パック。6パックを目指しております。すごい。ちなみに僕は1パックです。めっちゃ見ちゃうじゃん、なんかそんなこと言われたら。やめてください。すいません、自己紹介下手くそで。ママゴルファーはさっきもちょっとやったんですけど、うん、イベントをどのくらいの頻度でやってるんですか。月1ベースでシミュレーションゴルフだったり、普通に子供連れてランチ会だったりをしてて、うん、なんかやっぱりゴルフってなかなかママになると忙しくてできないっていう人が多いので、そんなママたちがもうちょっと子供持ちながらもゴルフに触れられる機会があればいいなと思って、定期的に都内のどこかのスタジオ等でやってるんで、よかったら。募集ってどうやってやってるんですか。インスタで
今度やるよって告知してるんで、もしよかったらチェックしてみてください、うん、そう、まあ、リンゴルフを見てる視聴者さんは結構男性が多いんですけど、でもまあご結婚されてこう、奥さん、うん、でゴルフやるって方もいるかもしれないんで、まあ、もしよかったら、ね、はい、ぜひ遊んでこいよっていう感じで、ね、ただお子さんと一緒に行ってだもんね。そうそうそう、うん、そんなこと旦那さんが言ってくれたら惚れるんですけど私優しくないですか、そんなこと言ってくれる旦那さん。でもなんか安心じゃないですか、うん、安心、すごい、なんか安心だし、うん、なんかこう、まあ、息抜きみたいなね、うん、そうそう、まあ、なっちゃんのインスタフォローしてもらえればぜひ、まあ、情報が早くね、うん、取れると思うんで、はい、ぜひ皆さんお子さんが連れて遊びに来てください。旦那の愚痴を言い合う大会になることも多々ありますがそれ言ってこいよって言わなくなっちゃう確かに旦那の自慢大会でもやってますよ。あ、なるほど、はい、なるほど、旦那ここが好きとか超苦笑いしてる